どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。サブチャンネルでアニメレビューってことは、もうおなじみのあれですね。その通り。5話まで続いたんやな。そんなわけで、今日のレビューはこちら、有機爆発版ブレイバーン5話。それはきっと、私にはできないことだろう、だよ。ついに5話まで来ましたか。中盤に差し掛かってきたって感じやな。4話では、衝撃的なラストが描かれたんだ。ブレイバーンがいないハワイ以外の場所がどうなってるかをイサミたちは知らなかったんだけど、4話のラストで、東京の現在の様子が映し出されたんだ。もう壊滅状態やったよな。敵によって火の海になってる東京の姿。本来自衛隊である彼らが守らないといけない場所が壊滅状態になってるってのはキャラクターにとっても見る側にとっても衝撃的なものだったね。5話はいよいよ東京決戦よな。楽しみやわ。そう思ってたんだけどね。え、まさかの4話に続いて5話もためかい。日常会なんだよね。ハワイから東京まで数日移動に時間がかかるんだ。それはわかるんだけど、その移動の中での日常もしっかりとこは丸々使って描かれてるんだよね。結構ゆったりとした展開やな。そのあたりはものすごく気になったんだよね。3話くらいから少しテンポ落ちたなと思ってて、4話でがっつり日常会をやって、さすがに5話はもう東京に着いたところから始めるんだろうなって勝手に思ってたからさ。この作品って1クールなん？そのあたりはまだ未確定の情報だね。もしかしたら2クール、分割2クール形式とかかもしれないんだ。それやったらこのテンポ感もまだ納得できますけど、1クールやったらあと7話くらいでいろいろと問題解決するんかって感じよな。うん、少なくとも敵の幹部がまだ数名残ってるのは OP とかでわかる部分だし、1クールだとこの後かなりの怒涛の展開になるのか、それともいろいろとぶん投げる可能性も。それはないことを信じたいな。そのあたりはかなり気になるところではあるんだけど、逆に言えば丁寧なキャラの掘り下げとストーリー展開をしてるとも言えるんだ。2クールくらいならこのくらいのテンポ感でも問題ないもんな。イサミは4話で周囲からヒーローともてはやされてたんだ。ブレイバーンに乗ってヒーローになった、それを自覚した4話でもあったんだけど、同時にヒーローであることを自覚したからこその重圧にも苛まれてるんだ。重圧？日本に行くまでの数日何もすることはできないんだ。このあたりはブレイバーン単独で乗り込むこともできるんじゃとも思うんだけどね。確かに TS もそこまで役に立つわけやないし、ブレイバーンにイサミ乗せて東京行った方が早いかもしれへん。でもあくまで彼らは合同軍で、イサミもまた自衛隊の一人だからこそ単独行動は許されないのかもしれないね。ブレイバーンは管轄外やけど、イサミは自衛隊所属やもんな。そんな日常もコメディタッチ全開なんだ。ブレイバーンさんは趣味に興じているんだ。趣味？ブレイバーンの趣味って？唐突にビルドバーンって 3D プリンター持ち出していろいろなフィギュア作ってるんだ。くさ、めっちゃ楽しんでるわ。この 3D プリンターは何でも作れるらしいんだ。そんな 3D プリンターを目にしたルイスに対してブレイバーンは遅かれ早かれ知ることになる、今じゃないと宣言するんだ。また伏線やー。4話もそうだったけど、明らかにいろいろと匂わせすぎてるくらい匂わせてるんだよね。ブレイバーン自身をルイスが 3D プリンターで作るのか、それとも将来的にブレイバーンにルイスがなるからこそ今は知らなくてもいいのか。ブレイバーン未来から来たルイス説がまた濃厚になってきたな。伏線を張りまくってる序盤から中盤、このあたりの伏線がどう回収されるかは気になるところだね。来週あたりから一気にいろいろと明らかになったりするんかな。そんな日常会の中でルイスとイサミがぶつかり合うんだ。おう、なんで？ルイスはイサミの気持ちを理解してるんだ。彼はヒーローに憧れてた、だからこそヒーローというものが孤独であることも理解してる。おお、なんか勝手な思い込みみたいな感じやけど、イサミは孤独になってるのはその通りなんか。ブレイバーンがいなければ、イサミが乗らなければ、ハワイも東京と同じく壊滅してたかもしれない。東京の現状を見ているからこそ、イサミには重圧がかかってるんだ。一人で背負い込んでるんやな。もう誰も死なせたくはない。自分自身が死んでも誰かを守らないといけない、そんな恐怖と重圧が彼にのしかかって孤独になってるんだ。イサミ拷問されたり裸のままやったり、挙句の果てにはヒーローとしての責任がのしかかってたり、大変やな。でも孤独ではあって一人ではないんだ。そんな一人で背負い込んでいるイサミをルイスはボクシングで拳で語り合おうとしてるんだ。めっちゃ王道やな。熱苦しいまであるわ。そんな王道な展開にギャグとしての BL 要素をがっつり入れてくるのがこの作品なんだ。くさ、またですか。拳で語り合おうとしてたんだけど、くんずほぐれつな状態でなぜか股間で語り合っている二人。なんでそうなったんや。もう何を見せられているんだろうって感じのシーンではあるんだけど、序盤からそういう要素はあったし、この作品らしいギャグにはなってるんだよね。 BL 要素は好みが分かれる部分やけど、まあギャグや CA かってなりますね。戦う前にそれぞれが覚悟を決め、思いを伝え、決意を固めてるんだ。次回はいよいよ戦いなんだ。いよいよやな。2話連続の日常会で戦闘シーンがなかっただけに、次の回での戦闘シーンがどうなるかはめちゃくちゃ期待しちゃうんだよね。
には溜め込んだからこその爆発力を見せてほしいところやな。謎の存在であるルルもだいぶ喋れるようになってるし、ルルとルイスの関係性がどうなるのかも気になるところなんだよね。ルルがあの姿になって、ルイスがパイロットになって戦うみたいな展開あるんかな。いろいろと予測できるだけに次回は期待できそうだね。来週が楽しみやな。ただこのテンポ感は不安なんだよね。1クールでまとめられるのか、もしくは2クールとか分割2クールなのか。もういっそ分割2クールでがっつりやってほしい感じもありますよね。うん、ロボットアニメって1クールだとやっぱ短いんだよね。少なくとも2クールやらないと、世界観やキャラを掘り下げつつストーリーを描いてロボットによる戦闘シーンも描くってのは結構難しいんだよ。ロボット、SF ってジャンルそのものが1クールとは相性が悪いんよな。ただこれまで制作のサイゲームピクチャーズは2クールの作品を分割でも制作したことはないんだよね。それを考えると1クールなのかなとも思うんだけど。もしかしたらサイゲームピクチャーズ初の2クール作品の可能性もなきにしはあらずやな。なんか制作によると8話でスタッフ的に最終回って発言があるらしくて、それを踏まえると1クールなのかなとも思うし、8話がスタッフ的に最終回ってのはどういうことなのかもよくわからないし。あかん、スタッフの発言まで謎まみれや。いろいろと気になるところだけど、来週も楽しみな作品だよ。ほなまた次回。